こんにちは。はい、今日は、水曜日、お店の定休日ということで出歩いてきました。まあお店の定休日じゃなくても出歩いてるんですけどね、ただ今ね、いろいろとテレビやネットの中でもコロナのことでね、だいぶまた人数が増えてきて大変だなということで、外で歩くのもね、賛否両論あると思います。まあコロナがね心配だからね、そういうことで歩くのがね危ないからやめた方がいいよっていうのもね、正しい意見だと思うんですよ。かと思えばね、経済のこと考えればね、そんな出歩かないなんてありえない、少しでも、経済活動を回さないといけないっていう意見もあるんですけど、それもね正しいと思うんですよ。どっちも正しいと思うんでね、まあお互いの意見をね批判しないね、そういうのがいいんじゃないかなと思います。今日ねチロルアンさんでイベントがあったもんですから遊びに行ってきました。公共機関のバスを使ったんですけども、バスもね運転席に近いところは、テープが貼ってあってね、座れないようになってるんですけど、それ以外の座席もね、これはね利用してる人がねそれぞれ分かってんだよね、交互に一つ置きにね、真後ろがつながらないようにみんな考えて、隣同士も一緒にならないようにジグザグでねみんな座って利用してるんですよね。まあそういう風にね知恵を使って上手に塞ぎながらね、うまくコロナと付き合いながら、だからといってつまんない人生じゃなくてね、しっかりと心身ともにねリフレッシュもしながら経済も回しながらというバランスの中でねやっていくしか、今後コロナがいなくなるってことはないと思うんで、うまく付き合っていくしかないと思うんですよ。チロルアンさんにねお邪魔してもお店の、駐車場側の窓がね全部開いてて、もう外と空気がね常に入れ替わりになるような状態で上手に営業されてました。あと座るところもね、今日はソファーの席に座りましたけども、写真を撮るときはねマスクもせずに割と近づいてね、隣に顔が近いぐらいで撮ってますけど、それぞれの顔を見合わせることもなくね、みんなカメラの方を向いて、自分たちの、椿や、吐く息がねお互いにかからないようにしてますし、飲食してる時もソファーの隅と隅でね、向かい合わせの椅子もそれなりに距離があって、十分に考えられてね営業されてるなと思います。あとね一つ、そのコロナにかかった人をねばい菌のように扱う、何々町のなんという店で、コロナが発生したからしばらく行かない、これもね考えようによっては、まあ、その心配もわかるんですよ。けれど誰々さん何十代の男性の感染者が確認されましたってなった場合には、その人の立ち寄った先は徹底的に消毒されるんですよ。それから、そこのお店の人ね、接客した人とかね接触対象者の方は、当然、外にもしばらく2週間ぐらいで歩かないでしてくださいという格好になったりね、当日中もしくは遅くても翌日には、それらの人が特定されてね、みんな連絡が行くというふうになってるから、かえってそういうことがあったお店っていうのは普通の除菌じゃなくて徹底除菌されてるからね、そんなにあのお店に買い物行っちゃ危ないとか、風評被害的にねそんなに、神経質になりすぎるのも良くないかなと思いますね。はい。まあ僕はねこうやって遊びに出てること自体がね、名前と顔と、売ってね名刺代わりにこれで車を売ろうと企んでるわけですから、あまりその活動をね厳しく言われちゃうとね辛いとこもあるんですよ。
ただここでコロナに感染したらね、ほら見ろって言われちゃうから、うん、まあそういう部分においてはね、写真を撮ってない時とか移動してる時はマスクを必ずするね、うん、帰ったらすぐに、洗剤で手洗いしてね、2分ぐらいかけて手洗いしてね、うん、うがいもする、まあそういう風にね責任持って、インターネットの付き合いと一緒ですよね、うん、こうやってねいろんな人とつながってる人たちに迷惑をかけないようにセキュリティを万全にすると、うん、それから、活動する中ではいろんなところに予防策をしっかりして、それでもね精力的に活動するという格好でね進んでやっていきますんで、よろしくお願いしますね。はい、ちょっと気になった方があるかもしれませんが、豊川市で稲林の次に有名な、稲林を逆転しようと企んでいるアジットさんです。はい、ではまた。